さあどうも、梅達です。今日は、まあ、前回こちらのキヤノンの EOS KISS X7i の、レンズフード、こう標準ズームレンズキットの、18mm55mm の、専用の、まあ、型が合う EW の 63C のレンズフード買いました。これでかなり、まあ、カスタマイズされてちょっとかっこよくなってきてる感じが出てきております。さあ、そして動画を撮る YouTube をする人、まあ、一眼レフ自体はまあ音のね、感じ的にはね、そんなに特化してないということで、僕ね、アブタツ前回さ、覚えてますか、これ覚えてますか、この2000円ぐらいで買ったこのピンマイク、すっげえ音質悪いっつって買ったじゃないですか。それのね、ちょっと二の舞になるんじゃないかなっていう覚悟の上、やっぱアブタツは安くていいもの、使えるものをちょっとね紹介しようと思ったんで、外付けの外部マイクね、ここにこうつけるガンマイクですよ、コンデンサー型なんですけども買ったんで、それをちょっとまあ Amazon とかでも結構レビュー数は高かったんで、星マークとかも高かったんで、まあ、それを買ってみました。じゃあこちらですね、前回のね、これを開けた時に最後に出てきた箱でございます。はい、これをね開けます。これね、ちょっとね怖いです、正直。ういーい、さあ、そしてさあ、ダッダッサッサイ、えいー、なんだこれは。読めないけど、はい、外付けの外部マイクでございます。中国かな、これは。ちょっと怖いけど、タクスター、わかんないけどメーカー、はい、こちらガンマイクでございます。はい、こちらがまあ4000円ぐらいで売ってたんで、ちょっと買ってみました。怖いです非常に怖いです。早速上げていきましょう。まあそんなそこそこ使えないわけではないみたいなんで、はい、できました。まずこちらがなんかポーチが入ってました。なんかちょっと布がちょっとテロテロしてる、あのちょっと宝石とか扱うやつの敷地ですね。で、なんかなんだこれ、保証書かなんかかな。で、これめくると出てくるわけですね。いきます、ペロン。おお、割とまあなんかちゃんとしてる梱包だな。電池もちゃんとついて、電池駆動なんで電池もちゃんとくっついてます。はい、で、これが本体、これが本体ですね。はい、これが本体になります。コンデンサー型なんで、まあ一応ステレオなんで、これがここにつける、こういうやつですね。ブスッと刺して、はい、ブスッと刺して、こんな感じ。はい、なんだこれは、なんかよくわかんない部品が、何これ、何これ、あ、取り替えね、取り替え部品ね。はい、で、まあこちらがコンセントじゃねえや、プラグね。はい、プラグになってて、ここに電池を入れて、まあパワー、これがこういうやつですね、いじくれるということですね。で、一応その下はね、こういう風になってるんで、あの一応つけられるような状態にはなっております。じゃあ早速ちょっとつけてみようか。こうつけて、こうかな、はい、これで OK ですおー、ちょっとごっついね、でもかっこいいね、これね。大丈夫か、動くかな、ちゃんと、怖いよー。はい、まあ、こんな感じです。本当になんか撮る感じって感じだよね、撮る感じって感じはい、一応なんか振動は伝わりにくい構造にはなってるらしいんだけど、ちょっと硬いんで結果伝わっちゃうんじゃないかなとは思うんですけど、まあまあいいかっていうところですね。これでちょっと撮ってどうなるかっていうところですよ。ちょっとね、電池入れて試しにやってみましょう。じゃあちょっとこれで、まあちょっと撮ってみたいと思います。これでお聴きください、どうぞ。どうも、アブタツです。はい、今、EOS KISS X7i で撮っております。で、マイクに関してはもともとついて内蔵マイクで今撮ってます。音質はどうでしょうか。そして一応オートフォーカスの追尾でのオートフォーカスでやってます。まあこれもちょっと怖いんで、ちょっとそれで撮ってカタカタとかならないかなっていう心配もしてます。はい、音の方はどうでしょうか。こちらが EOS KISS X7i に搭載されてるマイクの音でございます。はい、どうも、アベダツです。今撮ってるのは、こちらの、外部マイク、ですね、で撮ってます。SGC598 で撮ってます。はい、これで今どういう状態なのかっていうところで、オートフォーカスについても先ほどと同様に、追尾で撮っております。
はい、どう取られているでしょうか、音はちゃんと入っているでしょうか。はい、こちらが、SGC598 で撮っている、マイクの音でございます。どうでしょうか。はい、どうだったんですかこれ。まあ、僕も今聞いたんですけど、個人的にはまあ音はまあいいとして、ノイズが結構強めに入ってくるんだなっていう印象がありました。すごいよね、結構入ってるよね。もともとなんかこれ自体がノイズ入ってくるよね。俺今日知ったんだけど、これ自体結構入ってくるよね。まあいっか、どうやったら入らなくなるんだろうノイズって。まあ、それもちょっと調べますかね。そもそもキャノン自体がそのノイズ入っちゃうタイプなのかな。まあでもノイズ入ってても僕これで撮りますよ。音こっちの方がいいんで。まあ多少ちょっとね、うるさいかもしれないですけど、まあ許してくださいや許してくださいやってこれでちょっと撮ってくんで、これから。というわけでね、まあごつくなりましたんで、アベタツのカメラがごつくなったんで、こんな感じでね、ごつくなったんで楽しくなりました、また撮影が。というわけで、今日は、こちら海外中国のやつですね、SGC598 の都会でした。手頃で結構いい音取れるんで、4000ぐらいで、まあぜひ Amazon で、まあ、こちら、入れてみてください。結構ごつめに作れるんで、こういうごつめにしたい人はいいかもしれないね。というわけで以上、カメラ専用の、外付けマイクの、レビューでした。次回のアベタツもよろしくお願いします。よしバイバイ。手元にあって進む。